2022年8月20日、アメリカ国防総省のカール国防次官は、2月24日にロシアがウクライナへの侵略を開始して以来の死傷者数が、7万人から8万人に上ると国防総省が見ていることを明らかにしているよ。さらに戦車や装甲車などについても3000から4000台の損失を出していると見られることについても明らかにしているな。記者団に対しても、ロシア軍がこれほどの犠牲を出しても、プーチン大統領が開戦時に掲げた目標を何一つ達成できていないことを考えると、これは驚きに値する特筆すべきことだとの見方を示したね。プーチン大統領の当初の計画からは大きく外れているだろうね。思い通りにいかなくて、雷打しているんじゃないかな。そうかもしれないね。さて今回は、ウクライナにおけるロシア軍の死傷者は8万人に上ると、アメリカ国防総省が明らかにしたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。また、アメリカ政府はウクライナに10億ドル約1350億円規模の追加武器支援を行うと発表して、高機動ロケット砲システムハイマースのロケット砲弾や、最新の地対空ミサイルシステムナサムスなどを追加供与するんだって。この支援によって、昨年1月のバイデン政権発足以来、ウクライナに対して実施してきた武器支援総額は、約98億ドル約1兆3200億円に達することになるんだけど、アメリカ議会はウクライナに対する無償の支援を400億ドルまで大統領の権限で実施できるとの法案が成立しており、予算にはまだまだ余裕があるんだよね。西側諸国の情報機関の中で、そのもたらす情報の信頼性が高いとされているのは、映画007シリーズで有名なイギリスの MI6 と呼ばれる秘密情報部シークレットインテリジェンスサーバイス SIS なんだ。007シリーズの原作者であるイアン・フレミングは元 MI6 の諜報員であることを公表していて、現役時代の経験を活かして書いた物語にてジェームズ・ボンドを生み出している神だね。実際の MI6 は地道な現地情報収集活動とそれらを集約して、外務大臣や首相と内閣府内の合同情報委員会 JIC に対して報告が行うことであり、MI6 の第15代長官ジョン・サワーズ氏が公式の見解として MI6 の任務はイギリスの指導者に情報を提供することのみで、軍事工作などはしないとした上で、007のジェームズ・ボンドのような殺しのライセンスは持っていないし、欲しくもないと語っているね。その MI6 の現長官であるリチャード・ムーア氏が、7月に開催されたアスペン安全保障会議において、ウクライナでのロシアの軍事作戦は、物資と兵員の不足でここ数週間で勢いを失うことになりそうであると述べ、その理由として控えめに見積もったとしても、ロシア軍は7月上旬の時点ですでに1よろず5000人程度の兵士を戦死者として失っており、これは旧ソ連時代にアフガニスタンに介入した10年の戦争において旧ソ連軍が被った損害とほぼ同数であると指摘したよ。このアスペン安全保障会議におけるムーア MI6 長官による発言は、各方面から注目されており、先に述べたように、イギリスの情報機関は情報の収集及び分析において、非常に優れていると世界から評価されているだけでなく、その情報を外部に発信することに対しては非常に慎重であることが知られているからだな。ムーア長官は、情報源については明らかにしていないんだけど、ロシア軍内部真相からの情報も勘案した上での総合判断したものであると見られ、様々な情報が飛び交うロシア軍の内情をかなり正確に表しているものと受け取られているよ。インターネット上に、東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力が立ち上げたドネツク人民共和国の報道官が、ロシアのウクライナにおける特別軍事作戦開始以来、ウクライナ軍の回復不能な損失は19よろず3000人を超える可能性があるとして、この数字はウクライナ側のザルジニー司令官が伝えた数字であり、実際にはもっと多いと考えていると語ったことを紹介している書き込みがあるんだ。戦死者の数は双方とも自軍の存在を明らかにはしていないので、様々な情報から想定するより他ないのであるが、現時点で伝わってくる戦況を分析する限りにおいて、ウクライナ軍が20万人もの回復不能な損失を出しているとするならば、南部ヘルソン州や東部のハルキウ州で伝えられている非占領地域の奪還などありえず、ロシア軍に押されに押されているはずであるとして、新ロシア派武装勢力によるプロパガンダであろうとの見方がなされているぜ。また、ウクライナは国民総動員令を敷いていて、国家存亡の危機に対して成人男性が次々に志願しているとされ、そろそろそれらの訓練を終えた新兵が前線に配属されつつあるというね。愛国心があることは素晴らしいことだけど、命の危険があることも確かだから複雑な気持ちだよね。ウクライナの18歳から60歳までの男性人口は推定で1240万人とされ、ロシアの侵略が始まった時点では18万人別に女性兵士3万人が正規軍といて存在していたことから、
おおむね1200万人が徴兵可能な男性人口になるんだ。もちろんこの全てを動員することはできず、戦争継続のために必要な人員を除いた数となるわけであるが、それにしても100万単位の徴兵が可能であり、総動員令を発しないロシアよりは兵員の補充はたやすいと見られているぜ。ウクライナに侵入しているロシア軍はそのほとんどが、貧しい地方出身の兵士とされていて、首都モスクワやその周辺の裕福な家庭に育った兵士は少ないみたいだね。ウクライナ侵略に関してロシア国民、特にモスクワ市民の関心が薄いとのニュースが伝わっているんだけど、周囲にウクライナに送られている家族や友人、知人が少ないであろうから、報道規制やプロパガンダの影響もあってウクライナと戦争をしている実感がないのは当然のことかもしれないんだ。もし、プーチン大統領が総動員令を発し、モスクワからも多くの若者がウクライナに送り込まれることになり、モスクワ市内の墓地にも新しい墓標が立ち並ぶようになれば、当局の抑え込みによって今はほとんど見られない反戦運動が、立ちどころに盛り上がると予想されるよね。そのためプーチンは総動員令を発出することができず、せいぜい予備役を招集するか、中央アジアや極東などから部隊を引き抜いてウクライナに送り込むことくらいであろうと見られているよ。兵士補充に頭を悩ますロシア軍について、一月になるニュースを8月5日のニューヨークポスト紙が載せているんだ。ロシアの国防専門家であるイーゴリ・コロチェンコ氏が、ロシアの国営テレビの番組に出演した際に、ロシア支援のために北朝鮮がウクライナに10万人の義勇兵を派遣することを申し出たと発言したと報じているよ。コロチェンコ氏は番組の中で10万人の北朝鮮義勇兵が、ウクライナ紛争に参加する準備ができているとするいくつかの報告があるとして、北朝鮮軍兵士は大砲兵戦で多くの戦闘経験を持っていると解説したんだって。もしこれが真実であれば、ウクライナにおけるロシア軍の兵力は大幅に増強されることになり、ウクライナ軍が追い詰められる恐れが生じるな。北朝鮮はウクライナ侵略に対し一貫してロシアを支持していて、侵攻が始まった当初2月26日には早くもロシアの侵略を、ウクライナ政府によって虐げられてきた人々を保護するためだとして全面的に擁護し、28日には他国に対する強権と戦争に明け暮れている米国と西側の覇権主義政策に根源があると欧米批判を展開していたよ。そして国連総会ではベラルーシ、シリア、エリトリアの3カ国とともに、アメリカなどが提案したロシア非難決議に反対票を投じたばかりか、7月13日にはウクライナ東部を実効支配している新ロシア派武装勢力が樹立した、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立を承認し、外交関係を結んでいるんだ。そして、さらに建設労働者を派遣し、ドネツク州、ルガンスク州の2つの地域での戦後復興作業に協力するとまでしているぜ。この記事の真偽のほどは不明であるが、食料不足などに苦しむとされている北朝鮮にとっては10万人もの口減らしが可能となり、渡りに船の話だとする向きもあり、今後の進展が注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。